じゃあこれから R ボリューム10ボーイ編夜の部を始めます。イエーイ。始めてもいいかな。いいよ。ありがとうございます。じゃあ、イレイボイス始めます。じゃあ、1曲目、斉藤和義の歩いて帰ろうです。最高の夜にしたいと思いますので、1曲精一杯歌いたいと思います。2曲目聴きたい方はバンドをやってまして VOBA、 カタカナでもいいんですけどボバボバっていうバンドをやってまして、今インターネットの時代なので検索してみたら一発で出てきますので、よかったら名前を覚えて帰っていただけたら僕も来た意味もちょっとあったかなと思います。それでは歌わさせていただきます。いつかお姫様。
あいつは何でもできるすげえやつだ。周りは群がる女だらけ。トイレの鏡映る僕を見たさ。こればっかはどうしようもないことさ、とっていかない来ないさ。才能は比べるものなんかじゃないけど、喉から手が出るくらい悔しいのさ、次に生まれてくる時は目は大きくて鼻も高い。いい男になりたいけど、ひどくて暖かい。だからいつものように歌うのさ。心が広くて暖かい。いい女にモテるならば努力は惜しまないさ。いつかは出会う君のためならそうさ。忘れちゃダメさ、これだけはダメなのさ。強くて温かい心は胸の中に。そして僕は変わるのさ。才能は比べるものなんかじゃないから、もがく僕は君のステージへ登る。いつも通りの僕だけど、いつもと違うさ。だから今は素直に笑えるさ。美味しいお店に行きましょう。いい女にモテるならば努力は惜しまないぜ。いつかは出会う君のためなら。ありがとうございます。ありがとうございます。長谷川拓也でした。今後ともさんよろしくお願いします。ひどくかき回した。何が足りなくて何が増えてくのか、何が満たされて何が減るのか。月は今夜も何もいらず僕らを悟り、きっと顔して見下ろしてる。一番星は黒い雲の隙間で、何か分かるとしても手がしなく心が浮かんでは消える。あてもなく繰り返したもう嘘をあの不幸分だけど、君から少しは前に進めたのだろうか。ふやけた頭の中見る夢は君の住む街にも届くだろうか。花は咲かないのさ。なだらかにゴールが滑り落ちてく。太陽が昇る音
ちょっとできれいな顔くらって
そこから先は覚えてないってか、まだ現実に戻りたくない。笑っても大丈夫だろうか、飲むならなんか戻ってたぜ。残ってたっけ、フリーだけら無理して死んじゃ元も子も手がこの頃こげな。だって言ってたぜ、仕事始めたとか聞いてたぜ。そういや8月以来だもんな、今夜はリハビリみたいなもんか。彼氏はまだ付き合ってるの、次は結婚無理だけど。ざけんな野獣、もうマジで死ねよ。それよ誰か紹介して、今夜はテストも効果だから上がってるのは僕から。そんな時間もそろそろちょうどいいよぜ。明日の朝にはこういう天気、マジで昨日は半端ない。絶対で起きた瞬間あったまいて迎えた。
そして今日この日この時この場所にそれぞれの手にマイクやギターやカホやドラムスティックやベースや鍵盤、天の言葉、文章と感情、それぞれの手の中にあるものこそ近いと、最後にはそれぞれの手に同じグラスでお互いにできないと感謝を涙と注ぎ、そのグラスをぶつける間柄を、もしも友達と言うのならば俺は歓迎しよう、決まるだろうか。それはもういいの、それはもう間違ってるの。
あなたがよく言ってた世界平和とか笑えないんだったら、それはもう世界平和の方が間違ってるよ。平和じゃなくていいから、私はあなたが笑ってる方がいいよ。俺笑ってみ、寂しくなくなっちゃうから。寂しかっただけでしょうよ。なんて顔してんのよ。笑えねえって言ってまだ拗ねてんの。だったら私が愛しに行くから、そこで待ってろ。生まれたまんまの姿で愛しに行くから、考えてばっかりで日が暮れちまうぞ。いいんだよ、あんたのせいじゃないから。誰かな、誰のせいかな。神様だな。今私が神様叱ってやっから。神様、あんたは幼い、弱い。この星に何億年いんだか知んねえけど、ちょっと信じてもらえないぐらいで泣いて、ちょっと傷つけられたぐらいで怒って、言葉も持ってねえくせに、何にも伝えらんねえくせに、すんに私たちのこと殺そうとする。どうせまた同じことやんだってな。どうせやんだって、こんなちくちゃこちゃってねえが、バカにしやがってよ。悔しいよな。だけど考えてばっかりだって日が暮れちまうし、大丈夫、この星には私たち女がいるから。かまねえよ、神様連れてこっつの。抱きしめてやるから。さあおいで。私たちの命を笑え。目が覚めても弥生ちゃんはいなくて、神様を殺せなかった僕は鬼になってしまいました。だから遺書を書きました。人間って1日30万回思考するらしいんですけれども、だからこうやって何かを書くときっていうのは、もう何ヶ月も何年も同じことをずっと考えるわけです。それこそ100億回ぐらい考える。そのくらい考えると未来になるんだって。これは俺が1兆回考えた物語。俺たちはまた一緒に生活をする。クラス。平日の夕方、汗まみれて帰った俺に、君はお帰りっていう。間に合ったね、好きなテレビ始まるよって言って、12チャンネルではガンバの冒険の再放送をやっていて、俺は一生懸命見る。君はラジオをつけながらキッチンで一生懸命ジャガイモを茹でている。偶然かかった映画音楽にテンション上がって、俺の名前を何度も何度も呼んでいるけれども、俺はテレビに夢中。一番特別な日はクリスマスでも誕生日でもなくて、一番日の長い日。電気をつけないでコップにろうそくを浮かべて、二人で唐揚げを食べる。揚げたてだから口の中をやけどする。それは俺はビールで冷やす、君はハイボール。氷は普通のやつじゃなくて丸いやつ。窓際のガーベラが夜に照らされて青く湿っている。眠っていた猫が短い尻尾を立てて伸びをする。街中の小さな命がよみがえって、君のための歌が聞こえてくる。それは本当はアパートの隣のコンビニから漏れてくる雑音なんだけども、俺にはそう聞こえる。君は眠っていて気がつかないけれども、俺は起きていて、それを必死で覚える。また何でもない朝が来て、自転車のチェーンが外れて君が笑う。これが俺が一兆回考えたものだ。どうかな、つまんないと思う。何にも起きてないよ。こんなの好きになるのなんか君しかいないよ。当たり前だよ、全部君の好きなもの、全部君の好きな色、君の好きな動物。ちゃっかり俺もいるけどね、ごめんね、地味で。だけどこれが俺たちの未来なんだよ。だから俺は死なねえ。だけど死ぬほど好きです。
俺の子供を産んでください。俺はその子供に名前を付けて世界を救う。君の名前を思うたび俺の心臓に血が流れる。いてもいなくても大好きだよ、弥生ちゃん。僕の大好きな友達リブ君です。石巻に来て、なんか空を見上げるたびにいつもなんか情景が浮かんで、それは笑顔なんですよね。石巻に行くとすごい皆さんの笑顔をもらって、まあすごいベタな言い方ですけど、僕はすごいいつも元気もらってます。で、やっぱり被災地ということでここに石巻に来るにあたって僕はすごい葛藤とか迷いが自分の中であったんですけど、この R を通じて石巻には足を運んで、いつもその浮かんでた葛藤や悩みが消えつつあって、消えたらいけないかもしれないですけど、もう石巻で楽しく遊べばいいじゃんって思えるようになりました。それは多分皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。やりたいなと思った時に石巻に最高の友達いるんで、ちょっとリブ君一緒にやってよって音源ちょっと振ったら、すごいかっこいい超絶ラップを入れてきたんで、楽しみに聴いてください。浮かんで
love, 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 ということで、最後僕たちからボーイという曲を皆さんに送って帰りたいと思います。昼間も話したんですけど、石巻に僕が初めて来た時は、僕すごい音楽をやめたいって思ってた時で、ブラッシュというユニットをやっておりまして、そこで呼ばれてきたんですけど、楽しく歌えなかったんですね。で、その頃、本当にもう全て投げ出して帰ってやろうと思ったんですけど、その時、矢口くんの目を見て、帰っちゃいけないと思って、苦しくてライブしたんですけど、それからまたこうやって何回も呼んでいただいて、で、石巻をきっかけにヒロキンとも出会えて、一緒に今楽しくやれてます。キックもそうなんですけど、こうやって素晴らしい仲間と今音楽をこの場でやれてることに僕はすごい幸せを感じてます。もうそれだけで僕は生きた価値があるんじゃないかと、大げさと思いますけど、本当に自分でそう思ってます。その時の自分にそのままでいいんだよっていう語りかけてる曲です。聞いてください、ボーイ。
秘密の声届けようと望遠鏡心の目でララハララハ。空の彼方思いを馳せ流れゆく時の中で立ちすくむ Hey boy 君はそのままでいて夢の続きで待っているよ。愛は消えない夢描いた戦慄世界別れた道そこはどこだLa-la どうもありがとうございます。